2番手オバ選手にはコンマ3秒3秒を抜いてトップで終わりました。そして第3位にはデーモンインテグラ柴原ダッシー選手36秒698、4番手にはランキング選手大型チャンピオンを狙う細木トムラ選手、5番手前田クローブ選手37秒437、6番手には富山の優伊崎瑠衣選手37秒468という M4 クラス1本目の計1秒644です。41番米沢義輝選手、静岡県は浜松市からエントリー、株価で時間がなくなったエボ戦、前走はバン・カルダル選手、カドバン・カムイ・シーン・ダンサー、こちらも愛知県豊川市からエントリーです。バン選手は中間43秒83、N2 クラスに入っております。 N2 クラスはこれ42番細谷光弘選手スタートしています。埼玉県はイルカ軍からエントリー、ロープル DBS1K ダンロップランサー。さあ前走中勢、静岡県は浜松からエントリーの米沢義輝選手、カムカレージダンロップ。クラスのチャンピオンがまだ勝ちをしたと。N2 クラスの現在のさあ本当は光弘選手が中間2番手タイムの41秒687、よく2点と HK ダンスクラスター、本当は光弘選手中間2番手タイムです。さあその戻ってまいりました、本当は選手昨年がカンプラス3番手、クラス3番手です。さあ最終コーナー、ちょっと突っ込みすぎてしまったか。さあ末道場、中部で愛知県のシミコウ選手41秒78、中間計測は4番手、中間計測は4番手です。回路は違反ではありません。41秒965から最終コーナーの方にですね、各クラスごとのリザルト1本目、2本目、そして今のところ1本目ですかね、1本目を置いてあります。2本目の選手は各クラスごとのリザルトがありますので、どうぞご自身お取りください。続いてスタートはゼッケン47番の西田博和選手、滋賀県は大津市からエントリー、ダルク群号ランターです。前走稲垣選手は中間5番手タイムの42秒015、42秒015、中間5番手タイムから今最終コーナー。なんとエボテン稲垣選手、北海道現在のトップは地元中部で米沢義輝選手の32秒332。さあここへ西田選手の40秒949、中間ベストタイムキックランサー、
ベスト47番西田選手。さあこのままファイナルベストを飾ることができるか。コンマ2秒上回って西田選手が N2 クラスそっとに躍り出ました。しかしながら後半ちょっとこれまた中間ドルタイムを乗り換えました。角前線前線第7戦の福井は今のラウンドでラウンドにて見事第3位獲得しています。船松選手その前を角前選手中間ですから、まあ、かなりインパクトしてきた。横転最終コーナーきっちりスピードを落として今ゴールラインを切った。ファイナル2クラストップです。角前選手中間ベストそしてファイナルベスト N2 クラスは現在 1.30 秒で1つ目にしています。その前を村松選手40秒980中途中点のバルワンオートランドナスでの第5位が最上位。戻ってまいりました。愛知の村松俊太選手中盤3番手からファイナルはどうか。来ました村松選手中間3番手から第2位に上がりました。ファイナル1分30秒清田プラマス選手続いて伊藤選手秋田県は秋田市の伊藤選手中伊藤選手は走行中伊藤選手は走行中です。伊藤選手はプラマス中間4番手41秒42現在後半今戻ってまいりました。先頭から岸山選手まずは中間計測しています。41秒844 N2 クラスの中間計測は選手まずは N2 クラスの1本目はワイドリッチ32秒83で10番手お願いいたします。さあ前走52番の神山浩一郎選手中間ベストタイムをマーク40秒463直線52番今戻ってまいりました。今ボーナスでファイナルどうか。ファイナル30秒460さあ残念ながら神山選手中間までは角前選手ルートスタートは接近054高場真帆選手スタートしています。栃木県は秋田市からエントリーメープルスポーツガロップランター戦です。さあ前走は星森正選手中間5番手タイムの41秒45からじゃあコース後半から今ゴールデンランキング3位今シーズンはキリア内東北はキリア内ラウンドでの優勝を飾っております。さあ赤羽選手ランチャー横転中間開幕戦丸上で優勝を飾っております。さあ現在野村選手はランキング4位大きく折れました赤羽選手の横転中間13番手からさあ野村選手サルンの門前41秒801はプラス10番手です。さあ優勝なら本クラスチャンピオン2位であればランキング2の北条選手が3位下でチャンピオン。まずはこの最終戦 N2 クラス1本目スタートしています黒木良介選手です。その前を中間10番手から野村選手昨年の門前チャンピオン黒木選手のランカーベストタイム40秒012中間ベスト黒木それを聞いて接近051工場リケテルチャンピオン今スタートです。さあ前走黒木選手接近052昨年ランキング2今シーズン、この最終戦まで持っていた感じではなくまずは1本目、黒木が13メートルから今戻ってきた。さあ最終コーナーへの
若干を外したが、ゴール、ランピータイム、黒木陽介、M2 クラス、トップに躍り出ました。そしてその前を接見、ゼロ5位、ディフェンディングチャンピオン、北海道、北条、中間3番でタイム、黒木選手に4秒ぐらい、しっかりとペースタイムをマーク、しかも28秒台。その前を東洋選手がまもなく戻ってくる。ディフェンディングチャンピオン北海道の北条、ダンロップ1ニューテックランサー、中間3番でから今ゴールラインに入った。こちら若干を抑えられなかったが北条